失礼すぎる、空気が読めない、戦国の無礼者五選。現在でも頻繁に用いられる無礼という言葉、失礼、礼儀に反する、相手を侮辱するという意味になるでしょうか。ところが昔は目上の人間に対して反発するという意味として使われていました。とにかく自分の考えと反した時に、たとえ主君だろうが高貴な人間であろうが失礼な態度を取ることを指します。今回はそんな歴史上の無礼者たちを5人紹介していきましょう。皆さんもそうならないようぜひ反面教師にしてくださいね。秀吉の面前で激高、主君愛が強すぎて場をわきまえない無礼者、井伊直政。徳川四天王の一人として若い頃から徳川家康に仕えた井伊直政ですが、とにかく主君への忠誠心が高かった人物です。わずか2歳で父を亡くしていますから、家康をまるで父のように慕っていたといいます。天正12年1584年、秀吉と家康の直接対決となった小牧長久手の戦いに出陣した直政は、初めて赤備えを率いて戦い、大きな武功を挙げました。その後両者は和睦を果たすことになり、家康は秀吉の臣下となります。ところがその直後、秀吉は徳川の宿老だった石川数正にヘッドハンティングをかけ、自らの直臣として引き入れました。数正は徳川の軍法や内情を把握しており、秀吉とすれば徳川家を骨抜きにできると考えたのでしょう。家康はじめ直政ら重臣たちも秀吉の姑息な行為を悔しがりました。とはいえ若くして出世した直政は周りの家臣から妬みも買っていたようです。時には陰口を叩かれることも多かったとか。ところが直政を気にかけたのが秀吉でした。自他ともに認める人材マニアだった秀吉は、この機会に直政を直臣にしようと企んだのです。しきりに直政に官位を与えたり、拝謁させて優しい言葉をかけたり、あらゆる手段で懐柔します。そしてある日のこと、秀吉は茶会を開くという名目で直政を大阪城へ呼び寄せました。そして茶室へ通された直政は目を疑います。主君を裏切り豊臣の下僕になり下がった石川数正が接待役となっていたからです。これはしたり、これなるは主君に背いた石川数正ではございませんか。恐れながらこの者との同席はごめんこうむります。秀吉とすれば旧知の間柄だから話も合うはずと考えてのこと。激怒した直政の態度に困り果てました。直政、そう申すな。茶席は世俗から離れる場ゆえ堪忍してやらぬか。いいえ、そうは参りません。ここに石川がいると分かった以上、同席などまっぴらごめん。この直政まで関白の犬になり下がったと物笑いの種となりましょう。同席した秀吉の家臣たちも凍りつき、この無礼者めがという眼差しを直政に向けました。直政のあまりの剣幕に秀吉もたじろぎ、慌てて数正に退室を命じたといいます。直政はこの時まだ25歳の若さです。天下人秀吉に堂々と物言いをするなど、恐れを知らぬにも程がある態度でした。片や直政は自分が無礼などと思っていません。自分が敬愛する家康を裏切ったくせに、平然とその場でやり過ごそうとする数正の態度が気に入らなかったのです。いい直政という人間は直情すぎる一面もありますが、主君への忠誠心を人一倍持っていたのでしょう。酔っ払って天皇に無礼を働いた大バカ者、時頼朝。戦国時代ではありませんが、日本が乱世にあった南北朝時代、時頼朝という武将がいました。足利尊氏に味方して頭角を現し、その武勇は近隣に鳴り響いたといいます。十数万の南朝軍をたった1000騎で阻止したほどの勇猛さでした。当時は多くの婆娑羅たちがいた時代、後の歌舞伎者の走りとでも言いましょうか。とにかく派手好きで変わった行動をした大名が多かったようです。特に佐々木道与などが有名で、
古い権威や秩序を無視して公家や天皇といった高貴な人々を軽んずることが多かったとも、いわばしがらみにとらわれない自由人が多かったわけです。頼朝もそんな婆娑羅大名の一人でした。清和源氏の流れを汲む名門であるものの、とにかく派手ではみ出し者です。やれ勇猛だ、無敵だ、かっこいいなどと言われると途端に天狗になってしまいます。やがて父の後を継いで身の守護になると、その増長ぶりは目に余るようになりました。弘国3年1342年、頼朝は二階堂幸春と共に笠掛けという矢を追いかける遊びをしていました。そして酒宴を催して盛り上がった後、さて帰ろうという話になったそうです。すると道で光厳上皇の行列に遭遇しました。気づいた二階堂は下馬してかしこまるのですが、酒でしたたか酔った頼朝はいきなり行列の目の前に立ちはだかりました。頼朝は血走った目で上皇の腰をにらみつけると、にやりと笑って言いました。院の行列じゃと？院というたか、それとも犬というたか？犬ならば撃ち落としてやるわ。ちなみに院とは上皇のことを指します。頼朝は弓に矢をつがえるといきなり腰めがけて放ちました。さらに部下に命じて散々矢を追いかけたのです。酔いから覚めた頼朝は事の重大さに気づいて美濃へ逃げ帰ります。一方、足利尊氏の弟忠義は報告を聞いて激怒しました。こともあろうに上皇に矢を追いかけるなど前代未聞です。早速頼朝の捕縛を命じます。結局逃げられないと観念した頼朝は出頭し命乞いをしました。足利のために先行を挙げた武将といえど、今回の所業は目に余るものがあります。この無礼な婆娑羅大名は裁きを受け、最後は六条河原で斬首されたということです。主君の前でも遠慮なし、これぞまさに忠臣の鏡か。鈴木久三郎。鈴木久三郎、この人物の名をご存知の方はまさしくコアな歴史ファンではないでしょうか。まだ若い徳川家康が岡崎城にいた頃、来客用に大きな鯉を生けすに飼っていたといいます。ところがどこの世界にもやんちゃな人間はいたようで、何人かの家臣が鯉をさばいて食べてしまったというではありませんか。これを聞いた家康は激怒し、家臣たちを牢に閉じ込めてしまいました。事の顛末を聞いた鈴木久三郎は何を考えたのか、思わぬ行動に出るのです。なんと織田信長から贈られた酒や魚を持ち出し、これは上様から拝領したものだと言って食べてしまったのです。もちろん家康は怒り狂い、久三郎を呼びつけます。久三郎、分別あるその方が勝手な真似をするとは思ってもみなかった。この無礼者が。これから手打ちにしてくれるゆえ覚悟いたせ。すると久三郎は落ち着き払って後悔します。どうぞお切りしてください。そもそも魚の命を人命に変えるなどあってよいものではないでしょう。そのような心根では天下など取れるものではございませぬ。久三郎の言葉で家康はハッとしました。確かに自分の行いは度量が足りない、大切な家臣の命を無駄にしてはいけないと気づいたのです。久三郎、わしが間違っておった。そなたの諫言しっかりと心に刻んでおこう。家康はそう言うと罰せられた家臣たちを牢から出したそうです。まさかの喧嘩上等、家康を挑発してみせた武士の心意気、直江兼続。次に誰もが知るエピソードをご紹介しましょう。関ヶ原の戦いの発端になったという直江城です。豊臣秀吉が亡くなった後、五大老筆頭だった徳川家康は公然と勢力拡大に乗り出しました。唯一のライバルだった前田利家が亡くなると、利家の嫡男利長に謀反の疑いをかけて屈服させ、
さらに反徳川の急先鋒だった石田三成を隠居に追い込みます。そして次に家康が狙いをつけたのが上杉家でした。秀吉が亡くなる直前、上杉景勝は越後から会津へ国替えを命じられており、上洛する暇すらありません。家康はその隙をついて謀反の疑いをでっち上げたのです。太閤殿下が亡くなったばかりだというのに上洛もせず、国では道を整えて武器を集めていると聞く。もし謀反の意思がないのなら上洛して申し開きをせよ。普通の大名ならここで縮み上がってしまうところですが、上杉家の家裁直江兼続は違いました。家康のあまりに傲慢な態度に怒り、返す刀で挑発と皮肉に満ちた返書を送りつけたのです。それが直江状でした。本来はとても長い文書ですので、要点だけ抜粋しますね。上洛せよとのことですが、去年9月にも上洛したではありませんか。ご承知の通り、上杉家は会津へ移ってきたばかり。一体いつ国元の政治をせよというのです。景勝に謀反の気持ちがないことは正史など書かなくてもわかること。そもそも昨年以来正史を何通も保護にしているではありませんか。それを一番わかっているのはあなたでは。景勝に逆進など毛頭ありません。上杉家を懺悔したものを調べもせず信用するなどもってのほか、そんなことを鵜呑みにするようでは徳川様に裏表があるのではと思っても仕方ありません。そちらの榊原康政が上杉家の取り次ぎだったはず。本来なら正しい意見を徳川様に述べるのが筋なのに、分別がないから残言を鵜呑みにしてしまうのです。上杉家が武器を集めている件ですが、我が家は勝負の家柄、やれ茶道具だと人たらしの道具を集める上方大名と違い、我々のような田舎大名は武具を集めるだけのこと。国に道や橋を作るのは国主として当たり前のこと。もちろん江戸から見聞の使者が来られてもよいように白川口なども整備しております。調べればわかることをわざわざ上洛して申し開きをせよなどと、まるで赤子の言い分でしょう。きちんと調べていただいた上でなくては上洛などできません。あまりにも長すぎるため要約はここまでです。とはいえ後世に改ざんされた可能性がないわけではなく、創作されたという説も根強いようです。とはいえ権力者に対して喧嘩を吹っかけた兼続の無礼な振る舞いは、やがて家康による会津征伐へと向かっていくのです。幼少期の家康をいじめた男の末路とは。原民次氏元康。徳川家康が幼少の頃、長きにわたって人質生活を送っていたのはあまりにも有名な話です。ちなみに家康が暮らしていた屋敷の隣に住んでいたのが原民氏元康という武将でした。ちょうどこの頃から鷹狩りに興じるようになった家康は、暇を見つけては鷹狩りをする毎日。ところが放った鷹がたびたび獲物を落としたり糞をするので、近隣の者は困っていました。もちろん元康の屋敷もたびたび実害を被ります。最初は黙っていた元康でしたが、とうとう堪忍袋の尾が切れました。いい加減になされよ。鷹が悪さをするたびに困り果てておるわ。さすがに家康も罰の悪い思いをしましたが、しばらくするとまた鷹が獲物を落としてしまいます。そして再び家康の屋敷に怒鳴り込んでいった元康は、言ってはいけない一言を放ってしまったのです。何度も何度も人質の分際で鷹狩りに興じるなどもってのほかじゃ。人質なら人質らしくおとなしくしたらどうじゃ。家康の心の中に暗い憎しみの炎が燃え上がります。おのれ、腹見しめ、誰も好き好んで人質になどなってはおらぬ。今に見ておれ。
やがて時は過ぎて家康は独立を果たし、今川家も滅亡してしまいます。元康はといえば、今川家を離れて武田家に仕官していました。天正9年1581年、家康は武田方の高天神城を包囲し、激戦の挙句城を落とします。そして降伏してくる武田の武将の中に元康の姿を見つけたのです。引き立てられた元康を前に家康は言いました。アラミーシよ、久しいの。あの時その方が見せた無礼な振る舞い忘れてはおらぬぞ。元康は降伏した武将たちの中で唯一切腹を申し付けられました。それにしても人質時代から30年を経て元康を恨み続けた家康の執念は凄まじいとしか言いようがありません。